はい、皆さんこんにちは、ちでございます。さあやっていきましょうか。松倉の町ですね。さあ岐阜行って、多分、あ、この人小田有楽斎さん、有楽斎さんになるんだよね、これいずれね。ね、多分そうですよね。有楽斎さんになるんですよね、信長の弟ね。有楽斎、有楽斎、有楽斎だね。もう本当名前すごいよね。でもね、名前コロ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 変わるの対応してんだね、うん。で、売却でしょ、漆器19巻で売っておいて、売るしか漆器がね売れないんで、あの地元はね、あのこうやって紙を買って紙で売っとけばさらに儲かんじゃないのかなと。他に買えるもあった？ないよね。さあじゃあ戻りましょうと。じゃあ富山の町で、あ、そっちからもある？あー、高坂さんを落としちゃった。そっちから回っちゃうのね。あ、間違えちゃった。で、売却ね。紙22巻。いい感じですね。で、ここで買えるもんあったかな？あ、ダメだね。まだ210個だわ、在庫が。行く場所がね、2回、もう行く場所が決まっちゃってんでね、なかなか。あ、お帰りなさいませと。締めを得られた方が。お、増築やってくれたのね、ゆきたかさん。で、その前に妻と話して、所持品鑑定できんの？あ、未鑑定のもの持ってないね。出金何本あります？貯金から。1万5000巻しかないのね。そりゃダメだわ。では、武家宅行きましょう。いやー、もう経済難だわ、ちょっと。はい。はい。大人ではございませんのかと。贈り物、芸術品ね。茶器たらふく余ってんでね。で、次はいろべさん。あ、あ、そうか、いなかったのか。本庄さんもいなくて、北条さんもいなくて。おお、大人ではございませんのか。芸術品ね。で、北条さんって言ったので、村上さんもいなかったのかな。はい、龍造寺家の大村住忠軍団は大友家の立花三条から。ああ、テルトラさんね。で、ブーね。はい、一文字ね。で、次は大友、大熊さんね。はい、贈り物と。はい、お茶、茶器ね。はい、これで、とりあえず OK ですね。さあ、じゃあ次どうしようか。誰か来たなと。今日は大人のお茶を振る舞うと。ああ、応じましょう。はい。結構なお手前でしたと。はい、柿崎さん。お茶するか。はい。張さんもちょっと、もう追い出してもいいかな。次の城、超徳倉さんに与えてもいいかもわかんないね。さあ、指名伝達、どうしましょうかね。悩みどころ、攻めるところある？このままいくと長野さんかな、長野さんかな、潰れそうだね。小諸城落としとこっか。逆に、七里さんに攻めてちょうだいって言ってもいいのかな。微妙なとこだね。まだ、兵力が整ってないもんね。そうだね。なので、まあ、もうちょっと待つか。ちょっと本国がね、思ったほど、お金がないでね、やっぱり、ね、100巻ぐらい欲しいんですよね。前、秀吉さんの時200巻ぐらいまで持ってたんでしょ。やっぱあれがあるんで、200巻とまでは言わないんですけど、100巻ぐらい欲しいなと、正直。じゃあ、軍備優先でいって、うわー、一気にお金なくなったね。まあでも仕方がないですね。はい。はい。お、竹中、半兵衛さんの息子さんでしたっけ。都の近くまで、政務の先生が来てらっしゃるのご存知ですか。
あ、政務の工業、いやいや結構です、よしておきましょう。いや今は側があるよ、してよかった。もうね、もうしんどいですミニゲーム。あーでもこれミニゲーム克服、今私ミニゲームショートカットするようにしてるんですけど、これは多分強制的にやらされるんですよね。さあ、じゃあか、お、でかくなってきたね。行き先決定で春日三条見ると、おお巨大、あと1個だ。ということはもう私がここに行く必要ないわね。となると、あ、逆にあれか、ここ藤吉郎さん行かそうか。ちょっと待って、兵どれぐらいいます、藤吉郎さんじゃないわ。あ、1万人超えてるわ。これは藤吉郎さん行かそう。はい、白ね、表情ね、人事、上司任命、ここね、ここにもう1個しかないからね。藤吉郎さん、藤吉郎さん、はいはい。おお、変わっちゃった見た目がね。映して、はい、でここは私にすると、よいしょ。いやほんとね、増築に忙しいわ。はい、拠点一覧、はい、なってでしょ。でここ私ね。じゃあ次、あ、お金も稼がないといけないんだね。次ね、どこを増強するかだね。あ、都医市場を増強した方がいいね。富山城とかもやり、あ、富山城は神保さんなのか。まあ、神保旗も取っちゃう？まあここ暴れることないと思うんだけどね。暴れてくることないとは思うんだけど。さあ。で、多分これ城の増築したら、もう防御力めちゃくちゃ強くなるでしょ。ね。なので、と私勝手に思い込んでるんですけどね。何かいいものありますか？あ、漆だね。あ、漆と漆器か。はい、漆と。で、漆器だね。なるべくね、商業地が重ならないとこがいいね。だからもう春日三条ばっかり行ってたから、こっち方面のもうあの物流は私ギッタギタにしてるんでね。なのでじゃあ今度こっち方面行きましょうか。ここ朝倉だね、一条だね。ここにしよっか。あ、でも朝倉とは揉める気がしないんでね、松倉でもいいか。でもさっきここら辺ごちゃごちゃにしてるんでね。まあとりあえず、体制事情の方にしとこうかな。で、座で、お、なんか今言ったね。何言ったんだろう。伊達家の伊達晴宗さんが、ああ、また日本末女行ってんだね。で、売却ね。はい、漆。あ。で、156しか持ってないっていうことは、また荒らしちゃってたのか。で、紙でしょ。紙を買って、で、俵物いけますね。これ、いっぱいいっぱいだね。あ、いっぱいいっぱいでね、もう私、荷物いっぱいいうことだね。民家、とんださんは、とんださんはダメだね。じゃあ、で、今浜行って、あなたは、そうだ、赤尾さんだね。で、民家います？いませんね。座で、売却。紙19は安いな。紙19は安いね。14巻で買ったけど、まあでもいっか。で、宝物15巻ね。で、ここは陶磁器かな。麹もいけるね。ごめんなさい、今ちょっと変なとこ触っちゃったけど、大丈夫？よいしょ。で、その後に陶磁器だね、余ったもので。よし、じゃあこれで、
うん、大政事情いっちゃおうか。あと松倉もね、松倉もやりたいんで、いずれ。よいしょ。で、内政だね、増築。はい。はい。お、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 お。よっこいせ。んで、次はこうだね。よっこいせの、よっこいせの、これ多分こうかな。で、こうだね。で、こうで、こうで、こうで。今回スムーズにいったね。30秒残ってるわ。はい、よし、完璧だと。うん。飯山城下のために不満を漏らしております。早口に対処した方がよろしいかと。いやー、もう。おお。対処ねー。ああ。お金しかないんだけどねー。飯山城、ここだよね。ここだから、あ、直江津でちょっと売ろうか。今お金がないんだよね。あ、コロクちゃんだ。おお、大人はと話しましょう。信綱は引き落としという技の使い手という話を。引き落としっていうのは合戦だね。合戦で使うやつだね。あ、上杉さんね、置いときましょう。そっとしてあげましょう。じゃあ、座で、売却ね。あ、工事7巻か。そんなもんか。10巻欲しかったけどね。で、購入ね。あ、戻ってないね。戻ってませんね。あ、まあ、イワシ？いや、こんなに金なくなるとは思わなかった。で、寺行って、伏せね。はい。なくなってないかい？あ、まだなくなってないね。で、出て行って、あとは、ここに3000落とさないといけないからね。3000落とすのはなんだな。飯山城。治安向上ね。もう、施しは無理なので、説法もね、野党退治しましょう。説法は厳しいな。ちょっとやられそうだけどね。おお、あぶなっ！危ない。いやー、危ない危ない。危なかったね。さあ、よいしょっと。当たんないかい？霞使っちゃおうかな。いや、大丈夫な気がするね。この辺で。うんね。で、この辺で。おう、ビームだね。当たる？三歩、直線、あ、直線でいけんね。もう一回やるんだっけ？あれ、現れたぞと。あ、何回かあるんだね。はいっと。で、ここで。傷薬使っちゃいましょう。で、ここでほいと。当たんないね。そろそろ罵らせる、罵られるね。いや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 、なんかこうかな。あ、しまった、何してんの。あっちゃ、やっちゃったね。間違えちゃった。おお、ちょっと待って。おお、あ、やられちゃった。へえ、こちらでも上がりませんでした。しかもお金も取られた。おお、おお、早うちに対処。うん、そうだね。あ、お金使っときゃよかったね。まさかやられるとは思わなかった。あー、技使っときゃよかったね。無駄に時間が流れちゃったね。いっぺん帰ろっか。はい。はい。あ、あ
謎家滅亡しました。でも今人いらないっちゃいらないのか。もうこれ以上今だいぶいるもんね、ここの城に。はい、どこ行こうかなと。はい、ロベさん贈り物、芸術品ね。ナチタ傷で、本庄さん芸術品ね。あなたは茶器にしておきましょう。で、お次は本庄さん、あんま上がんないね。オートムではございませんのか。茶にしようか。この後茶の方がいいかもわからないね、本庄さんね。はい、村上さん贈り物、名前のトライね。で、あとはこの、あ、本庄さんも色部さんもダメだね、これ。じゃ戻りましょう。はい、お帰りなさいませ。40日使ってくからね。さあ、どうしよう。お金がなくなったので、出金しないといけませんね。貯金からね、もちろん。1万貫持っていきましょう。で、養生ね。何をなさいますか。正幸さんね。ああ、いい感じですね。あと松永さんね。はい。で、主命伝達。お金は2万4000貫しかないのね。ああ、じゃあもう、軍備優先もでき、あ、軍備じゃないや。金策優先もできないんじゃないかな。できる？いやいや。あ、なんとかできんね。兵糧売却。ああ、まあ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 。で、過労だっけ？あれができんの。ああ、いやいや、もっとできるね。ちょっと過労の人には、なるべく増築行ってもらいましょうか。ね、よいしょ。で、高弘さん、高弘さんも過労なんだから増築行ってもらいましょう。ちょっと私一人じゃ限界があるね。で、あ、雪高さんいいね。ちょっとあんまお金もないもんだからこれ使えないもんね。麻生家が滅亡って出ましたね。ちょっと人探しに行ってみましょうか。あ、もうあなたたちね。じゃあね、あ、奥さんと喋っとこう。お、大井戸加賀でございます。あら、ありがとうと。いい子だね、ほんとね。さあ、じゃあね、増築したいのはあるんですけど、ちょっと九州に向かって飽きないしながら行きましょうか。お金もねないでね。さあ、道場、あ、道場じゃないと思ったらいい時間になっちゃったね。じゃあね、阿蘇に向かうっていうところで、阿蘇家が滅亡したんでね、なあ、そのところ、次回は阿蘇に向かいたいなという感じですね。今回が取りだめの最後なので、引き継ぎも以上という感じになります。どうだろうね、武田はちょっと落ち着いたね。でもちょっと気を許しちゃダメだね。武田はもう潰す方向でいきましょう。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。